big uppercut. はい、文太さん。はい。ということでね、健太さんが紫帯になったんで、みんなでお祝いということで、ね、背中叩かしてもらいましょう。はい。はい、健太さん、じゃあ、可能な範囲で脱いで、可能な範囲で脱いでもらっていいですか。もしやったら、健介さんも可能な範囲で脱いでもらってもいいですね。はい。文太さんも可能な範囲で脱いでもらっても大丈夫ですね。はい。文太さん、可能なのそこまで、はい、可能なのそこまで。じゃあ、ケントさんが紫帯になりました。皆さんまず拍手です、ね、マスターがやっとね、紫帯になりました。長い青帯の修行生活終わってね、ケントさんから何か一言あれば。はい、はい、青帯結果8年間巻いてたんですけど、まあいろいろありましたけど諦めなくてよかったです。でこっからももっと長いと思うので、こっからもっと頑張りたいと思います。まあ紫帯はね、一つの本当形なんでね、まあ、柔術やってる人に対しては結構威張ってもいいと思うんでね。天狗になってもいいとこだよ。その辺の世の中に行ったらはって言われるけど、柔術界では結構素晴らしいことなんでね。はい、健太さんおめでとうございます。ということでね、じゃあね、みんなお祝いということで、健太さんの背中を帯で叩きましょう。はい、ね、これ、ぬるくやると逆に失礼に当たるんで、じゃあ、文太さんからね、勢いつけるためにお祝いの一言添えつつ、思い切り叩いてください。はい、わかりました。それでは、ケンタさんの紫帯を祝って、うぅぅ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 弱いわ。弱いっすか。ごめん、申し訳ないけど、もう一回では。そう、腰あたりに行ったでしょ。ケツでした。うん、そうそうですよ。まずは背中です。長すぎたか。うん。じゃあ行きまーす。はい。ケンタさんの紫帯を祝って、うぅぅぅ。はい、じゃあ、アッキーナさん行ってください。はい。おめでとうございます。はい。はい、どんどん続いていってください。おめでとうございます。おめでとうございます。おぉ、よいしょー。おめでとうございます。おめでとうございます。すごーい。お母さん力がちょっと弱いんで3回にしてくださいね。女子なんでやっぱ3回ですよ。はいはい、1、2、はい、結構強い。先ほど待って、うわあ。はい、じゃあ、皆さん行ってください。おめでとうございます。はい、はい、どんどん続いてってください。おめでとうございます。おめでとうございます。うわ。おめでとうございます。すごい。お母さん力がちょっと弱いんで、3回にしてくださいね。ああ女子なんでやっぱ3回ですよ。はい。はい、1、2、はい、結構強い。はい、じゃあみんな強くやって。じゃあ、はい、じゃあ、健太さんおめでとうございました。はい、ヨガファイヤー。